とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここに行きたいと思います。孤立した城のデイリーチャレンジ3ですね。報酬が、アーティファクトとなってまして、狙いの報酬はこれ。苦痛の矢筒ですね。254しか持ってないので、256が欲しいところ。で、今日の装備は久しぶりにこれ。ダイヤモンドのツルハシですね。虚無、旋風、衝撃波、雷がついてます。釣り竿で使っていこうと思いますよ。で、瞬速のブーツで急いでいきまーす。それでは、行きましょうか。まあ、とにかく急いでやっていきたいと思います。走り抜ける感じね。いやいや、走り抜け無理か。で、凍結だ。そうだ。凍結が多いとこなんで、これ釣り竿との相性悪いな。釣り竿ね、凍結すると触れなくなるんですよね。なんでちょっとこれよろしくない。釣り竿自体はねものすげえ強いんだけど、ちょっと相性の問題か。 OK。でもまあまあ行くけどね。よし。いやーダメだ、凍結すると触れない、触れないともう一気にやられる。はい。でキャプテンも倒しちゃったか。倒さんでいいんだけど。うっそ、ちょっと待って、いきなりやられたぞ。あでも大丈夫、もうやられない、もうやられないよ。でキャプテンももういらんかな。まあ見かけたら倒そうとは思いますけども、まあとにかく急いで先に進みましょう。行くぞ。とにかくここね、相性が、釣り竿との相性が悪い。あ、釣り竿との相性は別にいいんだ。釣り竿はいいんだけども、うわー、こう洞窟ある、洞窟の中ね、こうキャプテンめちゃくちゃいる可能性があるのよね。なので行きません、絶対やばいもん。うん、この相性の悪い装備ではちょっととてもじゃないけど無理だと思うんでやめとこう。わ、これきついって、これはきついよ。待て待て待て、めちゃくちゃ減るじゃん。待て待て待て、え、なんでそんなに減るの。え、これ256だよね、防具。あ、263だよね。なのになんかやたらダメージ食らうんだけど、ロイヤルガードそんな火力あったか。まあまあ、あ、まあまあまあ、あるやつではあるんだけど。 OK、 俺はもう急いで行きたいんだ。急いで行かして、よし。あっ、固まった。いや、この急いでが難しい。ここイリュージョナー、もう嫌だ。イリュージョナーいらない。よっしゃよっしゃよっしゃ、いけ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 。あ、無理無理無理、囲まれるとマジで無理だ。うん、ここあれだ、あの、あんま急いで行かない方が安定しそう。嘘だろ、多すぎるよ。敵が多すぎる。影化した時はちょっと急いでいけ、急いでいって、ギャー。危ない危ない危ない、
とにかく火だめが痛すぎる。ちょっと待って、脅威1個取っただけだよ。うわ、ちょっと待って待って待って、なんでそんなに痛いのよ。やけどか、やけどのダメージがえぐすぎる。そんな食らう。で、凍結防止薬が欲しい。危ない、あれ出ないかな。あれがねないとちょっと凍結がめんどくさいな。にゃっ、出ないか、ないっぽいね。うわっ、きついきつい。待て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 、すごいすごい、ひでえひでえ、とんでもないよ。よし、オッケー。矢はここともう一個上を取ればもう十分だね。いや、もうこれです。最後やられないようにちょっと気をつけよう。むちゃくちゃきついぞ、最後の最後が。オッケー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 。レーザーでね、ただ倒せるときはいいんだけど、さすがにダメージはそこまでないじゃないからね。よっしゃ、嫌なやつ、ここ危ない危ない。よし、で、この強制戦闘難しくないか。リフレッシュがついてないっていうのがまずきつ。うわー、ちょっと待て待て待て、冷気が来るとビーム出なくなるのよ、当たらんくなるんだわ。いや、相性悪いな、本当にここ相性が悪い。うん、あ、危ねえ、待ってって。他のね、釣り竿連打武器だったらいいんだけど、このツルハシだけはダメだ。あ、ツルハシだけはちょっとダメだわ、よろしくない。よっしゃ、まあまあとりあえずボスですね。まあ、取り巻きの雪ゾンビに凍結させられないようにちょっと気をつけていきましょうか。ドラ欲しい。ドラ入れよ、ドラ入れてから行きます。行くぞ。うわあ、どこだ、あ、そっちかい。あ、でしかもこう、あ、タワーと違って滑るからやりにくいね。こんな感じだったか、痛いし。オッケー。弱点露出。はい。きついきつい。本当に。ここまできつかったか。それでは報酬見てみましょう。さあ、256の普通の矢筒でお願いします。違った。はい、ということで今日はハズレでしたね。また挑戦していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。